岩沢勲徳は日本の映画監督、脚本家である。新刊辞表記、岩沢勲徳、並木美智子、リンゴの歌を挿入歌とした映画、そよ風の脚本家として知られる。台湾に招かれて監督した1958年に公開されたアーランは同地で大ヒットを記録した。長男、次男は後に長じてフォークデューをブレッドバターを結成した。 1912年2月12日、東京府東京市に生まれる。日本美術学校図案科を卒業し、小畜大船撮影所に入社する。当初は美術部に配属されたが、企画部に移動、ついで助監督部に転じた。同部では、小津安二郎門下の原健吉に指示する。1940年8月1日に公開された、五所平之助監督の牧石では、 サード女監督、同年12月16日に公開された、幸福な家族ではセカンドであった。第二次世界大戦が始まり、小畜のみならず、日本映画全体の制作本数が激減する。1943年7月11日、満31歳の時に、長男、サイワイアが生まれる。戦争末期の1945年6月28日、 同じ助監督部の岩松郎と共同で脚本を執筆した映画、ことぶき座が公開され、脚本家としてデビューした。脚本作、そよ風の並木道子。戦後間もない同年10月11日、戦時中に執筆していた、100万人の合唱という大の脚本を開講開題し、そよ風として公開される。同作は、 連合国軍最高司令官総司令部検閲第1号の映画としても知られるが、並木道子が劇中で歌った、リンゴの歌のレコードが12万枚も売れ、同作と共に大ヒットを生んだ。1947年1月21日には、新藤金と中山隆三と共同で執筆したオリジナル脚本が仮面の街として公開され、同年11月11日には、 中山の脚本を映画化した、乙女の祈りという短編映画を監督し、初監督を経験する。正式に監督昇進したのは1949年で、再び中山の脚本を得て、清水金一の主演作、清み金の忍術でこぼこ道中を、監督、同作は、同年5月23日に公開された。同年2月23日には、次男に弓が生まれている。 その後、同社を退社して、フリーランスの監督となる。1954年10月13日には、産業経済新聞の人気連載絵物語、少年ケニアを、脚色、監督して映画化、大映画配給して公開されている。1956年5月11日には、新東方で37分の中編映画、肉体の魅惑を、監督、公開されている。 1957年、映画監督の田口明、撮影日誌の宮西志郎、照明日誌の方、島重吉らと共に、台湾の映画会社、長川有言講師に招かれ、岩沢は、小舘昭を主演に、暮人三女郎、及び、有権を主演に、アーランを監督し、それぞれ、同年8月28日、1958年1月29日に、台湾で公開された。 有権は、クレナイ人三女郎にも出演しており、同作が女優デビュー作であり、同二作の成功により、影劇集報史上の読者投票で、ベスト典入りしている。アーランに出演した俳優の石群は、現在の金馬、進むの前進である、新新聞社主催、第1回第5編電運営点乱解で、最優秀男優賞にノミネートされた。アーランは、 同年の台湾において、第10位の工業成績を上げた。田口はこの時、大々我が作、量を取り、同年5月13日に公開されている。日本電営在台湾によれば、田口の大々我が作量は、麻薬と愛情、岩沢の暮れない人三女郎は、明日売られた女という題で、日本でも正式に公開されたとしている。 1959年には、古巣の小畜が制作した連続テレビ映画、花の家族で監督として起用され、同年3月2日から一クールの放映が開始している。日本映画監督全集の岩沢の校には、フリーランスの時期、読売映画社や太平洋テレビジョンで作品を発表していた胸の記述が見られる。太平洋テレビジョンは1964年2月、 同社代表の清水明が法人税法違反で告発される、いわゆる太平洋テレビ事件が起きているが、岩沢が活動したのがどの時期であるかは不明である。同年8月17日には、祖父江洋野が設立した中 A プロダクションの制作、第一作、行為の果てに脚本を提供している。同作の監督名は、同時代資料である映画年間1966には、 辰巳俊樹ではなく小林悟と記されているが、出演者名も他の資料と異なる。1968年には、ケロ4の大自動車レースを監督し、公開されている。記録の上では、同作が劇場用映画に関わった最後の作品であるが、その後の詳細は不明である。1970年10月3日、心不全のため死去した。満58歳没。 亡くなる一年前の1969年9月25日、子息たちが結成したフォークデュオブレッドバターがシングルレコード傷だらけの軽井沢を発表してデビューしている。クレジットは監督をはじめすべて明記した東京国立近代美術館フィルムセンター等の所蔵状況についても記す。ありがとうございます。